こんにちは、早期全種のフィッシュオブ YouTube へようこそ。本日は7月22日に控えているナッツの日に向けて、スペシャルで楽しい企画を用意しました。中身としましてはアーモンドスパークリング、この、先日のキャンプファイヤーのクラウドファンディングでカテゴリー内、史上最多の支援者数を獲得したアーモンドスパークリングワインと、こちらのつまみのナッツとペアリングしていくっていうスペシャルな企画でございます。それでは早速と言いたいところですが、本日のメンバー紹介をしたいと思います。イエイイエイで、1人目インターンのかなさん、かなさんは、ソーキャリゼーションのインスタグラムを運営していただいております。最近ソーキャリゼーションのインスタグラムが映えてるとこの人の仕業でございましてソーキャリゼーションの裏の勝利者ではないかと、はい、言ってます。まあそうですね、これからも支配して続けられるように頑張っていきたいと思いますのでぜひフォローの方よろしくお願いします。 OK です。2人目インターンアンガス君です。同じくインターンのアンガス君ですが、帝国ホテルでレストランでバイトをしていたことがありまして、履歴書の写真がもう本当にいかにもホテルマンというところで即採用となりました。今日の試飲の注ぐのもアンガス君が全部担当してやってくれます、はい、期待しております。ありがとうございます、はいはい、ご紹介にお預かりしましたアンガスです。ナッツアレルギーですが今日は頑張りたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。3人目カナさんの友人でユカさんでございます。はい、本日はアーモンドスパークリングワインを初めて飲まれますので、はい、客観的で意見を求められると思いますので今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、それでは、そんなイケメンイケジョの4人でお送りする今日の企画でございますが、早速じゃあアンガス君注いでいただいていいですか。はい、ありがとうございます。はい、ナッツの日に乾杯。乾杯で、今回あえてこの一般的なシャンパングラスとちょっとブルゴーニュ型のグラスを2つを用意した理由があるんですけども、アーモンドスパークリングっていうのはアーモンド香料、天然の香料が入ってまして非常に香りがゴージャスなスパークリングとなっております。で、うちではシャンパングラスもまあいいんですけども、こういったちょっとふくよかな香りを閉じ込めるグラスを使うことを一応お勧めしておりまして、でその違いをちょっと今日は皆さんに体感していただこうということで嗅ぎ比べをしたいと思ってます。じゃあちょっとなんか適当に嗅ぎ比べしますか。嗅ぎ比べ、はい、フルートの方から先に行きます。そうですね、はい、アーモンドコーですね。どうですか。すごいすごいアーモンド。でまあ、ちょっと次はこっちでして、うん、楽しみ、ちょっとまあ回していただきまして、うん、まあ香りが上がったかなって思うんですよね。こっちの方が好きですね、やっぱり。ささやき声になってしまいました。実際飲む時もやっぱり香りがあって飲む、うん、飲むとまた印象が違うことになるんで、じゃあまあフルートグラスの方からちょっと飲んで、はい、チェーズ。いただきます。おいしいですね。おいしい、おいしい、はい、じゃあ次はこっちをちょっとまた、うん、どうしよう。もうグラスの見たまんまの何ですか、味の感じでしたね。すごいこうストレートに来るのと本当に広がってから口に入るっていうのがあるので、うん、なんていうかこう ど初心者でもすごい違いの分かる差でした。ありがとうございます。、はい、じゃあペアリングの方に行きたいと思うんですけども、最初はこちらの真ん中にありますオーガニックすやきアーモンドでございます。じゃあどうぞ食べていただきます。アーモンドよりもアーモンドですね、こっち。多分アーモンド感が増してくるんじゃないかなと思って、うんうん、相乗効果になって、うん、アーモンド感もしますね、確かに。していたことで
でおりましたが、まあそうですね、この中にもともといた子なので、よりいた子の中にいた子なので、あの一番真っ先に試してもらいたいペアリングなるほどですね。はい、ゆうかさんどうでした？なんかこっちの方が、はい、鼻から鼻に抜けるっていうのが、匂いがすごいふわって広がって、はい、ナッツと合わせるとなんかふわって、ふわばいみたいな、美味しいです。ありがとうございます。いいですね。じゃあアンガス君。そうですね、やっぱ甘くないものと一緒に飲むと、まあ、ワイン自体が結構甘いので、うんうん、甘くないものと合わせるのが一番美味しいから、まあ、カナさんの言うように最初に試してほしい組み合わせかもしれないですね。 OK です、はい、じゃあ次はあの2つ目 の, あの 2種のトリュフ香るアーモンドじゃなかったミックスナッツをペアリングして食べたいと思います。いただきます。はい、いただきます。ピスタチオもあるし、うん、カシューナッツもあるし、このナッツがあります。まずこのナッツだけで美味しいですね。もう満足感が。で、まあ、あのポイントとしてはこのこれは塩味めがあの、うん、結構強いので、その塩味と甘味 の, あのコントラストが生まれて、うん、まあ、あのよりお互いに引き立て合うっていうようなところがありますね。はい。合わせてみてもいいですか？もちろんでございます。はい、まあ、全然違う。塩の後の全然味違いますね。ほう、本当に甘じょっぱいのが液体と応えてくるとまたなんか新世界というか新世界新世界ですね。3つ目のペアリングはあのこのブルーチーズにトリュフ、トリュフ関係ない、ハチミツナッツを乗せたおつまみでして、それとアーモンドスパークリングをペアリングします。はい、僕はパンと一緒に、はい、食べてみます。いや、ナッツ自体でもすでに美味しい。後からブルーチーズ贅沢ですよ、めちゃくちゃ。それな、ナッツの合わせてる時点で結構美味しい。うん、一番美味しい。これワインと一緒に、はい、うん、ちょっと甘い同士ですね、今回の組み合わせで。そうそうそう、まああの、うん、ブルーチーズの青髪の臭みと、そこにまあそれをかぶせる蜂蜜と、でそこにまた覆いかぶさるアーモンドスパークリング、そんなイメージでございます。贅沢ですね。たまらんですね。どうでしょう、やっぱりチーズが普通のチーズじゃなくてブルーチーズなのがすごいポイントかなっていう風に、うん、何様って感じなんですけどすごい食べてて思いまして、そのなんかこれがちょっと癖のあることでよりこう複雑な層になってるなと思うので、ぜひ試すときはあの頑張ってブルーチーズを探してみてください。そうですね。と最後に、ナッツ全然関係ないんですけども、あのこちらですね、六本木アモンドさん の, あのリングシューでございます。で、六本木アマンドさんではあの先日のクラウドファンディングでもイベントを一緒にやったりとか、うん、あの しまして、であの非常にこのデザートとあの甘いのが実は、まあ、さらに相乗効果で合うっていう形なので、それを最後に、まあ、ちょっと体験してみたいなと思います。はい、はい、じゃあ食べていきましょう。いただきます。いただきます。いただきます。うん、うまい。美味しい。見た目からね、美味しいですね。うん、この時点で美味しい、ね。うん、カスタードと両方入ってますもんね。そうそうそう。うと、あのリングシューって2種類あるんだけど、うん、こっちはクラシックの方でオリジナルのやつなんですね。はい、違う。僕これ一番に来た味がクリームの味で、最後に外側の生地の味が来たんですよ、うんうん、なんでこのちょっと焦げた感じの味の後にワイン、うん、一番いい組み合わせかもしれない、一番好きかもしれないです。素晴らしい。見たいから全部やりました。いや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 、どうせカットされるんで。どうぞ。いいの？ちなみに、はい、お返しします。ここにクリームがまだついてる。
帝国ホテル流なんで怒られるわ怒られるじゃそうですね、あのちょっとどっかで聞こえたような気もするんですけども、うん、やっぱりこの甘いのとサクサクと、うんうん、なんていうんですかね、これが多分どうちょっと難しいですね、お伝えするのが、うん、あの今までのペアリングも結構しょっぱいのきて甘いのきて最後にスパークリングっていうのをこう順番があったんですけど、うん、このリングシャツ甘いのがきてちょっと焼いてるのが来るっていうのが一番こう初めてのペアリングだったので、うん、そういうのと合わせるとなんかどういったらいいんですかね、もう相乗効果半端ないみたいなになります、相乗効果半端ないみたいなのでなんかすごい焼き菓子とワインみたいななる方もいると思うんですけども、うん、ぜひちょっとこう甘めの焼き菓子と合わせると、うん、あの新しい世界にあの行けると思うのでぜひお試しください。新世界です。ああいいですね。ゆうかさんどうでした？あ、結構甘い甘いで、私そんなに甘いものを食べるときにその甘いものを飲むっていうイメージがなかったんですけど、うん、意外となんかこのクリームの甘い感じをなんか爽やかに変えてくれる感じがしたので、うん、結構合うなと思いました。ありがとうございます。というわけで、まあ、いろんなペアリングをしてきたんですけども、一番好きなのってどれでした？ちなみに、うん、どれが一番好きでしたか？そうですね、うーん、最後のですかね、うん、リング収納が結構私の中で甘いのと甘いの、うん、しかもなんかどういったんですかね、結構もうケーキだけで割と完成形みたいなのをさらに上げるっていうのが結構私の中で新しい感じだったので、私はリング収納組み合わせを押します。限界突破したっていう感じだね。そうですね、ちょっとあのこの街今ちょっとびっくりしてる限界突破すごい伝わってきますね。限界突破ペアリングでございます。はい、ゆかさんどうでした、はい、どれが一番好きでしょう？私はトリュフの、ナッツが美味しいなと思いました。トリュフ の, その香りがすごく香ばしいので、うん、気持ち的にちょっとラグジュアリーな気持ちになって、うん、なんかちょっと特別感が出るというかで、いいなと思いました。ありがとうございます。さあ、アンガス君、じゃあ、はい、面白いコメントで、はい、ありがとうございます。まあ最初に申し上げたように僕ナッツアレルギーなんでちょっと食べれなかったんですけど一番ローストアーモンドが美味しいかなって思いました。まあ、味付けがされてないからね、ワインの味、本来の味が味わえたかなというふうに思います。なるほど、一番に試してほしい組み合わせでした。ありがとうございます。間違いないです。それぞれみんな一番が違うという綺麗なおさまり方で、はい、今回は締めましたけども、まあ、当然ナッツにも合うしスイーツにも合うアーモンドスパークリングなんですが、今度の、7月22日、ナッツデーがあります。ソーキュアリゼーションでは、このナッツと、アーモンドスパークリングを、うん、セットで買うと720円引きになる、うん、クーポンコード、YouTube ハッシュタグじゃない、YouTube ハッシュナッツっていうクーポンコードを発行しますんで、まあ、こちらなのかこちらなのかちょっと分かんないんですけれども、そちらの方からリンク飛んでいただきまして、ぜひお買い求めお願いいたします。お願いします。これはYouTube 専用 の, クーポンコードなんでいつでも使えるクーポンコードでございます。はい、それでは、今日は皆さんこの辺でソーキュアリゼーションソーシャライズ。